不倫発覚による後藤さんのダメージは大きく、仕事もほとんどなくなってしまったそうです。そうなってでも、3歳年下夫の A さんは、妻と不倫相手の B さんを糾弾したかったのでしょう。すべてを白日のもとにさらされた後藤さんは、心身ともに憔悴しきっていました。後藤の知人、週刊文春3月21日号で、不倫裁判中であると報じられた元モーニング娘。の後藤真希33。記事によると、夫の A 氏が後藤と不倫関係にあった B 氏28を相手取り裁判中とのこと。B 氏は地方在住の派遣社員で後藤の元恋人。オンラインゲームなどを通じて交流を続けていたという。これに激怒した A 氏は B 氏を相手取り330万円の損害賠償を請求。後藤は全てを認め、陳述書でこう赤裸々にホテル密会の様子を綴る事態となった。二人でタクシーを拾い、 B さんが宿泊していたアパホテルに遊びに行くことになり、その場で B さんと肉体関係を持ちました。中略22日の昼と23日の朝の計2回肉体関係を持ってしまいました。後藤といえば15年12月に第一子となる長女、17年3月に第二子となる長男を出産。同年5月にはベストマザー賞にも選ばれるなど、ママタレとして人気を博していた。だが、その裏側では不貞行為に走っていたのだ。後藤さんはホテルに宿泊していたのではなく、2日連続で通い詰めていたそうです。つまり、自宅で子供や夫を送り出してからホテルへ向かい、B さんと密会。その後は再び自宅へ戻って家事をこなし、翌日も家族を送り出してからホテルへ駆けつけていたのです。誰もが離婚すると思っていました。しかし A さんは、後藤さんと離婚せず、同居を続ける道を選んだそうです。後藤さんも自分のしたことを反省していると言っており、今後はしばらく芸能活動を自粛。主婦業に専念し、夫の信頼回復に努めると聞きました。芸能関係者不倫報道を受け、後藤は13日にブログを更新。こう全面謝罪していた。一部週刊誌で報じられている通り、昨年夫とは別の男性と関係がありました。誠に申し訳ございませんでした。私の未熟で軽率な行いにより生涯を誓った夫を深く傷つけ、妻として母としてまたこのような立場でありながら自覚が足らず、信頼を裏切ることになりました。後悔の思いとともに深く反省しております。